Well. Hello there, and welcome back to my channel. My name is Quality, and I'm back with another episode of Twisted Wonderland. I'm trying to figure out if I have enough for these, but I don't think so. We'll read them one day. But we're finally going to book number 3, and I have not read this one yet in any... I haven't seen anything of this book yet, so everything is brand new to me. So maybe I should take it off auto so I can actually read. Our magic scrying mirror is actually... The hurricane's coming! I always forget every single time. He's breathing! Eric! A girl rescued me. I want the dog. She had the most beautiful voice. Okay. I'm just not reading all of it anymore. That was a lot. There was more in that one than there was in the other two. Is our dorm is clean! Ooh! Wow! Surprise, surprise. Was I dreaming of the sea? I don't know, but I'm gonna turn it off of auto. Rise and shine, Graham. Our room looks so good now that it's clean. Oh my god. Excuse you, you better not tank my grades. This from the last minute crammer. How dare you? そこまでだ、子犬ども。お利口にペンを置いて、答案用紙を前に回せ。Can me and Grim have different grades? Because maybe practically his grades would be higher than mine, but on the written portions, I would be much, much higher than Grim. このクラスの期末テストはこれで全科目終了だな。イエーイ! Time to celebrate! お座り! Oh. はしゃぐのはまだ早い。テストの結果が悪かったバッドボーイどもは。ウィンターホリデーを補習で棒に振ることになるから。No! Oh, that's me and Grim. Fudge. ああ、終わった終わった。やれるだけのことはやった。あとは結果を待つだけだ。俺様にかかればこんなテストちょろいんだぞ。Oh, is it? Huh?お前らいつも筆記試験の後はこの世の終わりみたいな顔してるくせに今回やたら自信あるじゃん今回の俺様は今までと一味違うんだぞ That should have been the first day of school, Grim 今から大天才グリム様俺に勉強を教えてくださいっていう準備しとけよ Yeah, I doubt that 残念だが今回は僕も自信がある悪いが勝たせてもらうぞいつも赤点ギリギリで泣きべそ書いてる奴らが言うじゃんか。ま、俺も今回は余裕だったんで負ける気しないけど。Grim, you did one last minute cram session. 俺様ほどの天才となると、お前みたいに机にかじりつかなくても余裕なんだぞ。Oh really? Let's see who gets those remedial classes. さて、試験も終わったことだし。陸上部に顔を出すか。Oh, yeah, he joined the club. 俺も久々に思いっきりバスケして体を動かしたい気分。じゃあ今日はここで解散ってことで。俺様たちも帰ろうぜ。
夜通し勉強してたから、俺様もう眠くてたまんねんだぞ。Man, I was, Otto was nice. 君、なぜ昨日は呼び出しを無視したんです？ご自分がどういう立場か分かってらっしゃらないようだ。昨日はちょっと腹の調子が悪くて。本当？ Ulcers? 嘘をつくとダメになりませんよ。本当です。本当に腹が痛くて。ジェイド、彼がもう少し素直にお話しできるようにしてあげてください。That's scary. わかりました。そんなに怯えた顔をしなくても、痛いことはしませんよ。さあ、こちらを見て。ショック・ザ・ハート。今のは一体。では、もう一度聞きますね。昨日、あなたはなぜアズールの呼び出しに応じなかったのですか？それは、もう腹黒インチキ野郎のアズールに好き勝手こき使われるのが嫌になったから。わあ、シュッセン。腹が痛いなんて、仮病に決まってるだろ。って、なんだ？口が勝手に本音を。ほう、なるほど。それがあなたの本当のお気持ちですか？わあ、なんてことだ。とてもショックです。海の魔女のごとく深い慈悲の心でもって君の願いを叶えてあげたのに、その僕を腹黒インチキ野郎ですって。ごめんなさい、違うんです。今のは取り繕ってももう遅い。おほほフロイド、出番ですよ。やっと話終わった。もうギュッてしていい？ええー、どうぞ。思いっきりね。はい。待ってくれ、もう一度チャンスを。 You dead, son? まったく、どいつもこいつも支払いを踏み倒すろくでなしばかりだ。買ったら払う、借りたら返す、当然のことですよ。ええ、おっしゃる通りです。今年はもう少しまともな人材が入ってくればいいんですが。期末テストの結果が楽しみですね。Oh, do you like, do they pay you to like, basically help them cheat? Because there's no way they would be able to take the test for every student. So, do they have some kind of magic that lets them cheat or something?Oh. おい、待て、グリム！今日という今日は絶対許さねえからな！いいんだ。そんなに言うなら名前でも書いとけってんだ。てめえ！ What is it this time? まったく、こいつらも飽きないよな。な、監督生！お前、監督生ならちゃんと寮生の管理しろ！また俺が買っておいたおやつの菓子パン盗み食いしたんですけど。そんなとは人聞きが悪いんだぞ。机の上に落ちてたから拾って食べただけなんだぞ。机の上に置いてあるものは落ちてるって言わねえんだよ。ちょろちょろ逃げやがって。こうなったら風の魔法で。あ、やんのか？なら俺様も火の魔法。やっぱり魔法はやめといてやるよ。また罰で窓拭き掃除させられたら面倒だし。へん、おめえもたまにはまともなこと言うじゃねえか。Okay, this is weird. 俺様だけ魔法使うのも大人げねえから、今回は勘弁してやるんだぞ。ん？自分たちで喧嘩をやめるなんて珍しい。いつもなら教室が黒焦げになって学園長が飛んでくるまでやめないのに。別にパンくらいのことでタヌキと張り合うのバカバカしいなって思っただけ。But that's your shtick? おめえ本当に一言多いんだぞ。 How many windows have you had to wash? よし、子犬ども、授業を始めるぞ。行儀よくお座りしろ。 Oh no. 今日はまずテスト返却を行う。いよいよか。テスト返却。先生、早く。グリム、はしゃぐんじゃない。ステイ、ステイ。では、
出席番号順にテストを取りに来い。1番。やった !92 点おー !88 点俺が80点以上取れる日が来る。 Good job, Deuce! 俺様、85点だぞ。 Good job! You went from failing grades to an 85? お前、ちょっと失礼なんだぞ。お前たち、今回はかなり勉強したようだな。小テストの時に比べてかなり、だいぶ、ちょっとおかしいくらいに平均点がアップしている。え、おかしいってどういうこと先生？魔法薬学のテストは全学年が平均点90点を超えている。魔法師もなかなかいい結果だったとトレイン先生に聞いてるぞ。ちょっと嫌な予感。成績優秀者上位50名は廊下に名前が貼り出されるから楽しみにしておけよ。では授業を始めるぞ。テキストを開け。But how do they... I don't understand how cheating in magic school would work. Also, what is our score? I assume we're doing well if no one remarks on us getting bad grades, but... What? What now? 上位50名に俺様の名前は？さすがに平均90点以上なら50位以内には入ってるよな。10位、20位、ない。48、49、50位、ない。俺様の名前が入ってねえんだぞ。僕の名前もない。で、ちょっと待て。成績優秀者のリスト、名前の横に全教科の総合点が書いてあるけど、上位30人以上が満点の500点じゃん。満点。 Can 30 students really ace every test? One or two is like, oh yeah. それより、俺様、50位以内に入ってねえと契約違反になっちまうんだぞ。 Forget about you, Grim. 契約ってグリム、まさかお前。エース、その顔はお前ももしかして。なんじゃこりゃ、頭にイソギンチャクが生えた。グリムもあいつと契約してたのか。卑怯だぞ。そういうデュースの頭にも生えてるじゃねえか。こんなもの、すぐに引き抜いて取れねえんだぞ。What's with the influx of sea life? I see y'all messed up. 騒がしいと思って来てみれば、お前らか。何やってんだ？ジャック、お前も契約を…イソギンチャクが生えてない…だと。見た目の割に超真面目くんかよ。は？何言ってんださっきから。つうか、お前ら頭のそれ…I would like to know that too.なんだ、頭がイソギンチャクに引っ張られる。だだだだだだだ、頭がもげる。うっそ、絶対復讐ってこういうことだったのか。なんだあいつら、頭に生えたイソギンチャクに操られてるみてえに歩いてた。I'm just as confused as you.We'd better follow them. は？なんで俺まで？俺には関係ないだろ。 Because now you're a buddy. お前、だんだんこの学園の空気に染まってきたな。 Hey, you gotta adapt. 俺を使おうなんざいい度胸だ。わかった。少しだけなら付き合ってやるよ。俺はこの変な現象の原因が何か気になるだけだ。別にあいつらのためじゃねえからな。ぐれぐれも勘違いすんなよ。Sure, Jack. Sure, whatever you say. Mr. Cindere. But what the heck is going on? I'm so confused. I knew your test scores were too good to be true. You cheating.
ここは閣僚につながる強者か。今回は絶対に50以内に入れたと思ったのに。 A lot of y'all cheated。 騙された、あのインチキタコ野郎。俺の学園生活お先真っ暗だ。なんだ、あのサンバカ以外にも頭にイソギンチャクを生やした奴らがたくさん嫌がるぞ。 2,3 年の生徒もいるみてえだ。全員オクタビネル寮につながる鏡へ入っていく。They're all moaning about their test placements. 俺たちも行ってみるぞ。 Can we get Leona or Riddle to come with us? I don't want to go talk to them by myself. You saw what Jade and Floyd can do. Wow, the whole dorm is underwater. マジかよ。すげえな、ナイトレイブンカレッジって。The music is cool. 仮にも別の寮の縄張りに入るんだ。お前も浮かれてねえで用心しろよ。I think we found where the anemone gang all went. 100、 いや、200人近くはいそうだな。This is some expensive coffee shop. モストロラウンジ？エースたちはどこに行った？これはこれは、成績優秀者上位50名からあぶれた哀れな皆さん、ようこそモストロラウンジへ。皆さん、僕のことはよくご存知でしょうが、改めて自己紹介を。僕はアズール・アーシングロット、オクタビネル寮の寮長であり、カフェモストロラウンジの支配人であり、そして今日から君たちの主になる男です。なんだって。君たちは僕と勝負をして負けた。契約に基づき、これから卒業までの間、僕のしもべとして身を粉にして働いてもらいます。 Wait, what about when you graduate? ちょっと待った、こんなん詐欺だろ。確か君は1年生のエーストラッポラさんでしたね。詐欺だなんて人聞きが悪い。僕は契約通り君に完璧なテスト対策ノートを渡したはずですよ。しっかりこなせば90点以上は取れたはずだ。ああ、確かに取れたぜ、92点。それはよかった、お役に立てたようで何よりです。でも対策ノートを渡した相手がこんなにいるなんて話は聞いてねえよ。エースの言う通りだ。これじゃいくら対策ノートをもらったって上位50位に入れるわけないじゃないか。みんなが90点以上じゃ、85点取っても赤点の時と順位が変わらねえんだぞ。あなたたち、守秘義務という言葉をご存知ですか？楽をしていい点を取りたい、落ちこぼれになりたくない、テスト前日まで遊びほうけていたい。今回期末テストで僕を頼ったバカいいえ、皆さんの事情は様々でしたが、誰がどんな事情でどんな契約をしたかなどというプライバシーに深く関わることを、僕がペラペラと他人に喋ったりするわけがないじゃないですか。僕はとても誠実な男ですから。ほら、契約書127ページ目に秘密保持契約についての約款がある。僕はそれを守っているだけのこと。じゃあテスト対策ノートの担保に預けた俺様の火の魔法はどうなるんだぞ？そうだ、僕の水の魔法は、俺のユニーク魔法返してくれよ。おやおや、皆さん、契約条件をもうお忘れで。期末テストの対策ノートを渡す代わりに、あなたの自慢の能力を一つ僕に預けてもらう。あなたが成績優秀者上位50位以内に入れば能力は変換し、さらに卒業まで全てのテスト対策ノートをあげましょう。でももしあなたが50位以内に入れなかった時には、卒業までの間僕に絶対服従のしもべになるとね。契約上、すでに皆さんの身柄は髪の毛の一本まで僕のものです。つまり能力を返すも返さないも僕の自由だ。そんなんありかよ。 No wonder Grim and Ace weren't fighting with magic。さっきから聞いてりゃ、どいつもこいつも気に入らねえ。ち
ジャック、どうしてここに？ Because we followed you guys. But we'll find out what's going to happen in the next episode. So thank you for watching. Please leave a like and subscribe. And I will see you guys in the next one. Bye!